Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Sekarang kita mainkan yang Alchemia Story. Hari ini kita akan melakukan sub quest lagi karena ada 2 sub quest yang belum gue selesai. Karena sebenarnya banyak sih, ada ini sama ini mau. Oke, kita mulai yang ini aja dulu. Ini masih Kairos lagi kayak game blebs. Jadi kita kesini dulu aja. Move pakai ini aja biar cepet. Maw of the Deep Sea atau iblis di lautan dalam. Nggak tak lengkap nih mayornya. Di Alchemia Story itu lu mati nggak benar-benar mati kawan-kawan. Termasuk raja yang di satu lagi tuh apa sih? Dachi itu kan katanya mati kan dibunuh sama si Vendrock, tapi belum tahu gua juga. Mungkin kalian ada yang udah mungkin cerita udah selesai. Mungkin tahu. Watari? Seperti nama kue. Itu Hatari.町のもんだけじゃ食べきれないから、あんたたちもしっかり食べてくれ。そんなに魚が取れるんですか？ああ、ここ最近は取れすぎるくらいだ。魚たちが増えに増えて素人でも取り放題さ。きっと何かの理由で魚を食べていた海の魔物がいなくなったんだろうな。海の魔物？陸で生活してる人は知らないかもしれないが、 海の中にも凶悪な魔物はたくさんいるんだよ。普通ほとんどの魚は魔物たちの餌になるんだが、最近は魚が増えすぎてるくらいなんだ。海から魚たちの天敵がいなくなったんじゃないかって漁師の間じゃ噂されてるよ。オッケー。何にせよ魚が増えすぎるのはそれはそれで困るものでな。あれ、ソリゴピラクマット、カンカン。 数の増えた魚たちが食べ物を取り合って餓死するようになってきたら、ちょっと考えなきゃいけない。海が汚れちまって魚が住めなくなったら、それこそ本末転倒だからな。なるほど。おっと、すまんすまん。客人に愚痴る話じゃなかったな。今日は魚料理の屋台もたくさん出てるから、腹いっぱい食っていってくれ。 Tentu. Selalu ada masalah setiap di mana ini ceritanya ya kan. Ini masih ada hubungan sama Izab nih. Oh, pantes. Hai, Izaruk-sama. Minasan, nande konna tokoro ni? Shugyou da yo, shugyou. Raito-kun ni wa koko shibaraku chikaku de mamono gari o tsuzukete moratte ita nda. Ini bakal panjang ceritanya karena Izab.毎日死ぬ思いで頑張ってますよ。冒険者ですから死んでも生き返るんですけどね。それよりみんな、せっかく再会したんだし、一緒にお祭りを回らない？いいですね。やったぜ。屋台巡りとか楽しみにしてたんだよな。やっぱ新鮮なものって最高だし。 Oh, dia suka fresh seafood. Berarti seafood yang belum dimasak.
それはいいんだけど、食べ物系はしばらく見るのもパスかな。イザルクさん、どうかしたんですか？ディアンが bisa makan。ちょっと胸焼けが。いや、腕輪だから胸はないんだけどね。はあ。イザルクさん、最近食いすぎなんだよ。おお。というのも、俺が普段からたっぷりイザルクさんに食ってもらってるからなんだけど。イザルクさんってご飯を食べるんですか？いやいや、もちろん君たちが思っているような食事の必要はないよ。だからまあ、食事というか、なんというか。イザルクさんって倒した魔物の魂を吸収して自分の魔力を高めてるらしいんだ。agak mencurigakan deh si Izark ini, karena dia minta dibunuh-bunuhin mus ininya, mamononya. Terus tapi dia nge-observe kayak nyedot jiwanya dari si mamononya itu. 実は今までもこっそり倒した魔物の魂を吸収してたらしいし。ほらほら、余計なことは言わなくていいよ。確かに君たちと過ごしていた時にもこっそり食べてはいたよ。でも何も問題は起きなかっただろ。問題は確かに。あ、でももしかしてこの辺りの海の魔物が減った理由って。おお。Nice.魚を取りすぎて王様が怒ったのか。おやおや。おやおや。お出ましのようだね。さすがに魔王の相手はしたくないし、気が疲れる前にさっさと逃げようか。What the heck is up？ え、何言ってんですか。困ってる人がいるなら助けないと。むしろ今こそ修行の成果を見せるとき。行くぜ。おいおいおい、行くのはいいけど、私はここに置いて行ってくれないかい。kalau nggak dia kenyang lagi sih Zaf. Oke, pasti lawan monster itu deh, menyebalkan. Sudah. Kalah. どういうこと？これ、俺はどうしたら？
原因がこちらにあった上に一方的に攻撃しておいて今さらごめんは無理だね。町のピンチに変わりはないんだし、このまま倒してしまっていいんじゃないかい。見てごらん、あの魔王はライト君の攻撃で弱ってる。あと一押しじゃないか。え、いや、でもほらほら、あんなこと言ってるよ。早くしないと逃げられちゃうよ。いや、でもあの魔王が怒ってる原因って多分俺たちですよね。間違いなくそうだろうね。あ、戦いにくいならまた私が体を操ってあげてもいいよ。それは嫌です。だったら潔く最後まで戦うしかないだろう。しもべ殿よ、我の撤退を支援せよ。ini kayak udah kayak suara kayak udah suara Ultraman tau gak? Abenai, mamono tachi ga machi no hito no tokoro ni. Hayaku tasuke ni ikanai to.迷ってるならこっちを手伝って。なあ、分かった。シライトにすんとろくじゅうが。ini mamernya kadang-kadang gak mau diaturLet's go!Aduh, kepencet sama gue tadi, masih ada omongannya. Lompat dia. Nah, masuk ke dalam tanah.Biasaan nih mayornya. Sacrifice, korbankan katanya. Kalau manusia gak ada pada monster yang marah. Pengen gue jitak palanya si jin kura-kura itu. なんとかならないのかい。頑張ってみます。助かるよ。Quatari seperti nama kue。でもどうするつもり。ディープブルーの海の底まで倒しに行くのは無理じゃない。そもそもあの魔王ってこの地域の生態系を担ってる感じだったよな。Yep. あれ倒していいのか。イザルクさん、集めた魂を返すことはできないんですか。吸収しちゃってるからね。君たちは腕を切り落としてそれを元の食べ物に戻せるかい。まあ、そういう感じだった。吸収した魂は返せない。ダイヤなら何でしょう。本当ですか。ああ、
住む魔王たちをこの町に呼び寄せて、その魔王が所持している魂を解放させる。魔王たちは魔物を生み出すための魂を数多くその身に抱えているからね。魔王たちを倒すことでパーンと魂を解放させて、ディープブルーに吸収させてやろう。その魂を使えばディープブルーは新たな魔物を生み出せる。まず解決ってわけだ。そんなむちゃくちゃな。むちゃくちゃなものか。極めて合理的な解決方法だ。そもそも魔王ってその辺にホイホイいるものなの？まあ魔王といっても便利だからね。少なくとも魔物が30体もいれば統括する魔王が1人くらいはいるはずだけどね。この辺りなら 2,3 体は小物魔王がいる。それに心配しなくたって、魔王と戦うのはライトの町じゃない。パスティグは。というわけでその役目君たちに依頼できたりはしないかな。僕たちにですか？やかん。そうとも、ぜひ君たちに魔王たちと戦ってもらいたいんだ。この役割はライト君たちにはまだ気が重いだろうからね。なのでこれから私とライト君は魔王たちを一箇所に呼び寄せる役割を務めさせてもらう。さすがに町の中に魔王を呼ぶのは迷惑だな。そうだな。作戦場所は山と海のビーチあたりにしておこうか。OK。君たちも戦いの準備を終えたらビーチまで来てくれ。ごめんなさいね。私たちの尻拭いに手伝ってもらって、せめて正式な依頼ってことにして私から報酬を払うようにするわ。だからもう少し付き合ってくれない？ OK OK。 海の生態系を守らないといけないですし。すまん、俺が考えなしにイザルクさんに魂を吸収させたせいで。話がまとまってよかったよかった。さあそれじゃあ海の平和と私たちの未来を守るため一緒に頑張ろうか。イザルクさんちょっと黙ってて。それじゃ山と海とビーチで。Gue pengen lanjutin tapi gak tahu nih panjang gak video gue. Oke. Okay. Banyak banget sub quest segini nambah lagi loh, gue yakin. Jujur gue nggak ngejalanin main quest karena takutnya gini loh. Side questnya gue lewatin. Nanti kejadiannya kayak waktu beberapa sub quest yang lalu, dia hilang gitu loh. Ah, coba gue coba 3 doang kok. Nggak terlalu lama mungkin. Kita akan coba. Oke. Okay. Gimana? Nih, kadang-kadang headset gue ini agak geter nggak jelas. いやあ、いらっしゃい。よく来てくれたね。それじゃあ、早速魔王たちを呼び寄せるのではなく、その前に今回の事件のおさらいをしておこうか。OK。お願いします。わからないこともいっぱいあるので。ああ、そもそもにして。なぜ今回深海の魔王ディープブルーが起こったのか。それは私たちがこの近くで魔物狩りを始めたことが原因だ。いや、yeah.
ですね。修行なんだから絶滅させるつもりで戦い続けろって言われて。しかし本来魔物というのは死ぬと肉体を失って魂になる。これは君たちもよく知っているよね。魂はやがて純粋な力となる。自我や記憶を失い、大地や海、あるいは魔王の元へと帰る。Istilahnya gini loh, si Mao ini ngebuat Mamono. Mamono ini kan ada kayak jiwanya. Kalau jiwanya dimakan, dia nggak bisa balik lagi gitu loh. Itu yang kenapa maka jadi marah itu kan ya, tadi yang Mao yang dalam air itu. Mao wa sono chikara o tsukatte Mamono wo umidashite. So yu junkan cycle ga wakaru. Iya, gua ngerti maksud laser. Kore wa watashi no kenkyu kekka nan da kedo.魔物は長く生きる。こういう大地に帰るわずかな力を吸収するだけで生きていけるようになるらしいよ。ああ、ここ本筋とは関係ない話なんだけど、魔物というのは数が増えることがあっても減少することはないという研究結果もあってね。魔物に殺された者の魂は魔王の元に送られ、新たな魔物の素材にされているんじゃないか。昔は魔物たちを絶滅させて、この世界を人間の手に取り戻すんだなんて言っていた血気盛んなお仲間もいたんだけど、こういう研究結果が出てくると一筋縄ではいかないよねということになったわけさ。いや、話を戻すと、つまり魔物はいくら減ったところで生態系に影響を与えるはずがないんだ。でも今回はその魔物の魂っていうのが減っちゃったんでしょ。だからディープブルーが新しい海の魔物を生み出せないんだし。その通り、実に賢いね。ちょっだす。そう、魔王は魂の力から魔物を生み出す権限を。Bertele-tele dijelasin secara simple detail ini udah cukup banget. だけど材料となる魂の力がなければそうもいかないというわけだ。いや、イザプ cuma jelas-jelasin doang terus-terusan。このせいで海の魔物が少なくなって、今までは餌として食べられていた魚たちが増えすぎちゃったと。生態系は乱れ、そしてディープブルーは怒った。いやあ、こうしてまとめてみると完全に私たちのせいだね。いや、ハハハじゃなくて。jangan ハハハハじゃ、jangan ketawa aja deh。やっぱり俺がイザルクさんに魔物の魂を片っ端から食べさせちゃったせいじゃないですか。正確には魂を魔力に変換しただね。おかげでだいぶ魔力を溜め込めたよ。それでどうするんですか。今回やるのはよそから魔王たちを呼び寄せて彼らが溜め込んでいる魔物の魂を解放させる。それをディープブルーに回収させて海に潜む魔物を生み出してもらうというわけだね。 OK ということだから、もしディープブルーが姿を現しても倒しちゃダメだよ。あと魔王が出てきたら私はただの腕輪のふりをするから、助けは期待しないでほしい。基本的に私は魔王が嫌いなんだ。魂を操る魔物は魂だけしかない。イザルクさんにとっての天敵だものね。いやあ。Gue suka pengisir apa sih Izar ini。さて、手順も分かったところで早速魔王を呼び出そうか。君たちも準備はいいかい。準備はいい。はい。Itu OK です。Mukanya si Karinya jangan ditutup dong。では始めよう。Agak ke bawah dikit, tengah dikecilin bentuk cincinnya kan. Kita ngerti itu cincin。Wow, pakai mahkota. Oh, Deep Blue も来てしまったのか。
さすがに呼び寄せる魔物の種類の指定まではできないからね。ライト君、ヒカル君、君たちはディープブルーの足止めを頼むよ。キーラ、yang deep blue lawan sini。君たちは魔王退治だ。よろしくね。Deep blue ini berarti juga mau, dia cuma mau mono biasa biar doang. Oke, okay, let's go. We should kill them. Musiknya gue kangen banget. Sorry, banyak banget nyamuk di tempat gue. だから海に敬意が払えないっていうのは良くないことだと俺も思う。許してくれなんて言わない。でも罰を与えるなら俺たちだけにしてほしいんだ。町の人は関係ないんだ。頼むぜ。そうだ、あんたたちもありがとうな。あんたたちのおかげで海の生態系も町の人も守ってあげられそうだ。え、ブレイクラギ。イザル。いやいや、いくらなんでも違いますよね。やってませんよね。え、私かい？正解。なかなか鋭いね。これだけあるんだし、少しくらいならバレないと思ったんだ。ああ、イザル。What the heck?うん、イザルクさんはそろそろ怒られた方がいいと思うわ。もう許さんぞ。そこのやつ、腕輪から出てこい。おっと、いやいやいや、これはシャレにならなくないかい。さすがに魂を操る術では魔王にはかなわない。怒り浸透ごもっとも。だけど腕輪から魂を引き離されたら消滅しちゃうから、そのお願いは聞けないんだよね。ライト君、緊急事態だ。ちょっと体を変われるよ。あー、死んじゃうわけね。そんな気軽に人の体を。言っておくけど、私は魔王が怖いってわけじゃないよね。
攻撃されると少々厄介ってだけさ。うん、うわ、また全身が筋肉痛に。おやおや。おやおや。少し鍛えないとダメかもしれないね。ともあれ、ディープブルーもあれくらいで死にはしないだろうし、しばらくすれば海の生態系も元に戻るだろう。これにて一件落着だ。まあ、一件落着ではあるわね。謝れる機会があるなら、ディープブルーさんには謝りに行きたいけど、今回は私たちのせいで迷惑をかけたわね。ごめんなさい。少ないけど依頼は依頼だから報酬は受け取って。それと迷惑ついでにまだ手伝ってもらいたい仕事があるんだけど、お願い。Aduh, pencet lagi。何ですか？また古代錬金術文明の遺品絡みの話なんだけど。炎の洞窟にあった古代錬金術研究施設には行ったことあるわよね。イザルクさんが言うにはそこに調査漏れがあったらしいの。確か燃え尽きぬ炎の化身、そう呼ばれる生物兵器が残ったままだったらしいのよ。私の調査は完璧だよ。調べた時にあれは復活しない状態だったんだ。だけどここ最近活発化した古代錬金術の力の数々で非常用の機能が作動し始めてしまったみたいだね。このままだと私たちの故郷にも被害が及んでしまうかもしれないの。だったら一緒に戦ってもらえないかな。Of course not. Arigato. Of course, why not? Of course not. Tentu aja enggak. Gimana sih? Soalnya, kita akan pergi ke Abul Rempong. 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 Kita akan pergi アブル連邦で会いましょう。Karena ini biasanya kalau Izark ini kita lagi di lagi kemana itu trigger sendiri questnya. Hah, nyebelin. Oke, okay. Tapi selesai questnya ya kan. Nambah lagi kan pasti. Yep. The Burning Flamender Hikari is waiting you. Let you go to the State of Ambul Gate. Oh, di gerbangnya. Oke. Okay. Oke, kawan-kawan, gue sampai sini dulu aja. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Kalian suka silakan di like. Gue akan lanjutin besok atau mungkin lain waktu. Ya, lihat kapan ada waktunya aja. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa.いつ見てるかわからないか。